今日は雨です、雨が降っていますが、ちゃんくんは窓辺で外を眺めています。はい、増加越しのジャン君、あ、ヒントがこっちに行っちゃうね。ジャン君を触っておいて、これないな。このカメラになってから、動画もいろんな撮り方ができるようになっています。どうでしょう、こんな風に目の前で邪魔になるもの、邪魔っていうか、あっても、ジャン君にピントが合います。そして、この、手動なんですけどね、このズーム。このズームの時にカクカクカクって音がするのと、あとはピントですね。ピント。ちゃんと、あ、解除されましたね。例えば手から、どうでしょうか、意外と静かだな。ジャン君、このカメラいいかもよ。そして室内でも綺麗に撮れるはずなんですが、ポンちゃんはなぜかピントポンちゃんしょうがないね。この椅子にピントを合わせましょう。首輪だね。首輪にピントがいくと微妙に顔がずれるかな。この目は。あ、いけたか。ポンちゃん目開いててくれるとピントがありますのでよろしくね。あ、ポンちゃん、目開けて、目開けて。黒猫さんの場合にピントが合いにくいことを実感しています。雨が降っていましたが、これ夕方でだいぶ遅い時間でもう暗くなり始めていますが、最後に虹が出ました。綺麗、空がちょっとオレンジ色で、虹が出たってことだよね。窓を開けていると猫さんたちが来るといけないので、この辺で終了。